三味線を弾く女三味線は日本のユーザーを弦楽器、もっぱら弾いて演奏される発言楽器である。四角状の扁平な木製の銅の両面に猫や犬の皮を貼り、銅を貫通して伸びる竿に貼られた弦を通常、胃腸系の鉢で弾き演奏する。三味線成立は15世紀から16世紀にかけてとされ、戦国時代に琉球から伝来したもの。 他の多くの和楽器と比べ、新しい楽器である。基本的には、ヘラ状のバチを用いるが、三味線音楽の種目により、細部に才がある。金星邦楽の世界、特に、住宅、宗曲の世界等では、三弦、または三弦と呼称し、表記することも多い。画語として、三つの音と呼ばれることもある。沖縄県や鹿児島県奄美群島では三線とも呼ぶ。 楽器本体は、天人、竿、銅からなる。さらに竿は、上竿、中竿、下竿の三つに分割できるものが多く、このような竿を、三つ折れという。これは主に収納や持ち運びの瓶のため、また竿に狂いが生じにくくするためである。分割されていないものもあり、延べ竿と称される。逆に五つ以上に分割できるものもある。素材には高級品では、 好奇材を用いるが、下、下輪材の竿もある。以前は菓子、クワ製も多かった。最近一部ではスネークウッドを使うこともある。特殊なものとして、脈弾やタガヤさんを使うこともある。片口密で比重の高い木が良いとされる。銅は全て下輪製だが、昔はクワ、ケヤキのものもあった。上級品では、内側の面に、 のみで細かな模様を一面に彫り込む。これを、あやすぎと言い,い、響きを良くすると言われている。三味線の稽古をする、猫川は一般に、琉球三線の錦蛇の皮と異なり、猫の腹を使用していたが、高価なことと生産量の減少により、現在は稽古用など、全体の7割程度が、犬の皮を使用している。また、津軽三味線は例外を除き犬川を使用する。 メス猫は交尾の際、オス猫に皮を引っかかれてしまうためメス猫の皮を用いる場合は、交尾未経験の個体を選ぶことが望ましいと言われることもある。実際には、交尾前の若猫の皮は薄いため、傷の治った、ある程度の厚みのある皮を使用することが多い。合成製品を使用する場合もあるが、音質が劣るため好まれない。シャミが良い音を出すためには、 銅の大きさの範囲内で厚みのある皮を使うことが必須となる。このため牛皮では大きすぎる。小動物で入手が容易な理由で、琉球時代の参戦から改変を経て、猫や犬が使用され、試行錯誤の末に、江戸時代に現在の形が完成された。現在は、猫や犬の皮は、ほとんどが輸入品である。また、 川以外の竿の材料の後期をはじめ銅と竿の材料であるカリン、糸巻きに使用される象毛や黒炭、鉢に使う別っなども同様である。現代では銅に合成紙を貼るなどした簡易版の三ャミも製作されている。入門用や動物愛護を重視する欧米観光客の日本土産として購入されている。糸は三本で、絹製。すがるジャミに関しては、 ナイロンやテトロン製の糸を用いることもある。太い型から順に、1の糸、2の糸、3の糸と呼ぶ。それぞれ様々な、太さがあり、シャミセン音楽の種目ごとに使用するサイズが異なる。シャミセンを弾く女通常、1の糸の巻き取り部の近くに、触りと呼ばれる、シュタールの、ジュワリと同種の仕組みがある。 これは一の糸の開放弦をわずかに竿に接触させることによってビーンという音を出させるものでバイオ成分を増やして音色に味をつけ響きを伸ばす効果があるこれによって発する音は一種のノイズであるがシャミセンの音には欠かせないものである触りの気構を持つ楽器は琵琶など他にもあるがシャミセンの特徴は一の糸のみに 触りがついているにもかかわらず、2の糸や3の糸の特定の押える場所にも、共鳴によって、同様の効果を持つ音があることである。これにより響きが豊かになるとともに、長弦の種類により共鳴する音が変わるので、その長弦法独特の雰囲気を醸し出す要因とも、なっている。東触りと呼ばれる竿に埋め込んだ、螺旋式の触りもある。三味線にあっては、 調弦は複数のパターンがあり、曲によってまた曲の途中でも調弦を変化させる。基本の調弦は次の通りである。調言法が多種あるのは異なる調に対応するためと響きによる雰囲気の違いのためである。現在ではシャミセンの調弦に対応したチューニングメーターも販売されている。伴奏する内容に合わせていくつかの種類がある。一般に 細棹、中棹、太棹に大別される。三味線は楽器分類学上、リュート族に属し、その中でも銅に長い竿を差し込んだ形状をしており、このような楽器は世界各地に見られ、ギターやスタールも同じ仲間とみなされている。一方同じリュート族でも、ビワやリュートなど竿と銅が一体かもしくはそれに近い、ものとは別の系統とされる。 楕円形の銅に皮を張り、棒状の長い竿を取り付けた竜ト属弦楽器は、すでに古代エジプトの壁画に見られる。しかし、これが三味線の直接的な祖先かどうかはわからない。一方同じような楽器が、中国神代にも現れ、やがて、敬語ととなり、トルコ族によって、中東に伝えられて、ラバーブになった。このラバーブが後に中東を呼び、 イランのセタールとなったという説がある。これは、三つの弦の意であり、これが三味線の祖先とされる。後、中国に入り、三元が生まれる。琉球王国と中国との貿易により、琉球にもたらされ、宮廷音楽に取り入れられて三戦となった。そのため、沖縄県では、三神と三味線との二つの故障が並存している。16世紀末。 琉球貿易により、堺に、宮廷音楽や参戦がもたらされ、短期間のうちに、三味線へと改良された。現存する、豊臣秀吉が、淀ド伝のために作らせた、三味線。淀は、華奢なもののすでに基本的に現在の三味線と、ほとんど変わらない形状をしている。伝来楽器としての参戦は、遠道座の盲人音楽家によって手が加えられたとされ、参戦が、 ギツメを使って断層していたのを改め彼らが専門としていた兵曲のバチを援用したのもその現れである。彼らは、琵琶の音色の持つ渋さや重厚感、劇的表現力などを、どちらかといえば軽妙な音色を持つ、シャミに加えるために、様々な工夫を施したと思われる。特に石村県行は、シャミの改良、芸術音楽家。 自歌の成立に大きく関わった、盲人音楽家であろうと言われる。こうして、軽重哀楽の幅広い表現可能にした、三味線には、江戸時代に入ると、すぐ、石村兼行らにより最初の三味線音楽種目である、自歌が生まれる。また、語り物である浄瑠璃にも取り入れられ、三味線音楽は、歌い物、語り物の二つの流れに大きく分かれ、 さらに文化を繰り返して大きく発展していく。都市の芸術音楽から流行化、やがて地方の民謡にまで盛んに使われるようになり、様々な近世方楽をリードし支え、さらなる改良が加えられ、日本を代表する弦楽器となった。日本音楽史上、一般民衆が手にすることのできた楽器は、神楽の笛、太鼓、鈴であり、ついで三味線であった。 文政年間のオランダの召喚ー名欄は、日本の音楽事情について、楽器の中では、シャミが一番広く用いられると記している。日原氏へ。ありがとうございます。